皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。スタグリえ、略しちゃうもう待って、めちゃくちゃ言いづらいから一回言ってみてください。待って、めちゃくちゃ言いづらいから。そんなにスタックスオブグリーン、そんな言いづらくない。スタックスオブグリーンのテイです。ジロです。はい、こんにちは。2020年はい始まって、もう今日1月6日にアップされてると思うんで、うん、まあ1週間ぐらい、もう冬休みとかね、うん、あのお正月休みとか、うん、学生の人とか社会人の人とかもう終わって、そろそろ働き始めてる感じできたと思うんですけど、ね、あの出勤とか、うん、あの学校とかの人も多いかもしれないですね。まあ、僕、まあ、今までこういう動画を出してきたことが全然ない、うん、もっとひたすら曲作って映像を載せて出すっていう、うんうん、何者なのかっていうのが分かんないからね。まあ今日改めてちょっとこうパートの紹介というか、まあちょっと自己紹介まではいかないけど、そうですね、いかないのかいって感じ。詳細は捨てますけど、まあなんかそう、僕らが主に何をやってるのかっていうのと、まあ、あとはお知らせが今日はあの2つほどね、あるので、そんな感じの今週はね、週にしたいと思ってます。はい、はい、見てください。まず、僕らのそれぞれの担当が、うん、まあ、あの動画見ていただいている通り、僕がボーカルをやって、はい、うん、で、あとはね、曲によってはアコギを弾いたりとか、うん、まあ、あとはディズニーの方のシリーズの音源は全部テイの方が作ってます。そうですね、うん、毎週やるのはきついんで、そうだね、分担して分担して各週っていう、うんうんうん、でも僕の方は基本的に唯一無二のカバー、まあ、J-POP のカバーやってる方かっていうふうに思ってもらえればいいと思うんですけど、まあ、唯一無二の方で、まあまあ、曲のアレンジ、うん、それから、まあ、あのまあ基本アコギとかは、ね、うん、あ手がやることもあれば、うん、まあ、僕がやってる時、そうだね、バンジョは全部手がやってるんですけど、あの丸い民族楽器のバンジョっていうのがあってね、それやってます。それ以外はだから基本的に全部僕だし、うん、まあ、あとはお互いそのディズニーの時は映画ミックスとかマスタリングやってるし、唯一無二のは僕がミックスマスタリングやってるしっていう感じですかね、うん、あ、まあ、あと感じない動画、ああそうね、動画の編集、最初のね、まあ、クリエイターユニットっていう大きく捉えてもらえば、うん、音楽を使ってメインとしたクリエイターユニットみたいな感じで、うん、ね、今後もそれでやっていくつもりなので、うん、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとね、はい、あの新年一発目だし、うん、まあ、今後計画している、うん、まだこう実現するかどうか分かんない裏で動き始めてることも含めなんですけど、うん、お知らせが2つほどありまして、はい、ちょっとそのお知らせを、したいと思ってます。まずね、今年は、僕ら以外のクリエイターの方ともちょっとコラボをね、うん、どんどんしていきたいなと思ってまして、いよいよコバソロ感が強くなってきましたね。そうだね、目標にしているコバソロさんのね、うん、そうでね、まあちょっと知り合いの歌い手とかを当たって、うん、ちょっとね、コラボ企画を水面下で動いてます。はい、うん、まあ、実現するかはね、まだちょっと分かんないんだけれども、ちょっと近々予定を立てて、春先ぐらいにね、うん、コラボができる、まあ、3月には何かしら形にできたら、何、うん、かしら公開されるんじゃないのかなっていうぐらいの、うん、をめどにあの動いてますっていう感じですかね。はい、ね、まあ、そのせっかくライブの人を呼んで歌っていただくわけだから、うん、まあね、一人じゃ歌えない歌っていうところ。あ、なるほど。で、かつ僕らが、主に挙げている、その柱として挙げているそのテーマ。うん、まあ、J-POP なり、ディズニーなりに沿ったもので、で、かつ一人で歌えない曲っていうと、まあなんかね、代表曲いくつかあるかもしれないんですけど、うん、そこら辺をやってきたなと思ってますね。はい、それでは、お知らせの二つ目。2つ目です。はい。ね、うん、僕らはもう今カバーの曲をだけか、まだやだ、カバーしかやってないんですけども、日頃オリジナル曲も作っていて、うん、まあ、それのね、発表もどこかでしたいなと思ってるわけですよ。はい。でね、2020年度目標に、年度ですよ。年度。
20年じゃないからね4ヶ月、3ヶ月ぐらいか、うん、猶予を持たせたんだけど、そう、を目標に、オリジナルのね、ミニアルバムも発表できればなと、はい、なんと、あー、まあだけど決定じゃないから決定じゃないから、あー、書けないのか本当は確定、決定しましたって言って、うん、なんかあの効果音でね、わーっていうのも流れてくるところなんだけど、確定じゃなくて、目標っていう、目標、そう、まあ、そうなんです、オリジナルアルバムか、うん、まあ、それかお互い今まで、うん、まあ、あの、いろいろやってきてるわけですよ、舞踊曲説、音楽活動、あの、バンドをね、お互いやってたり、うん、ソロ活動したりとか、まあ、なんか、すでに持ち曲っていうのは、なかなかの曲数あるんで、なんかその今までのお互いの曲をピックアップした、まあ、いわゆるセルフカバーっていうのも考えてて、うん、はい、もちろんスタグリを作ってからのオリジナルも考えてるんだけど、まあ、そのオリジナル曲、いわゆるオリジナルスタックスオブグリーンのオリジナルアルバムなのか、それとも要はセルフカバーなのかっていう、まあ、なんかこの2つの柱でちょっと考えてて、まあ、どっちになるかも分かんないっていう、うん、あの準備ができた方が先に出るっていう感じなんだけど、まあなんか、まあどっちにしてもオリジナル曲ではあるんで、うんうんうん、あのオリジナル関連のミニアルバム、うん、5曲ぐらい、そうだね、ですかね、うん、あの20年度内に出せたらなっていうのを今考えて、うんうん、それも水面下で動いてて、実はなんかこう、うん、もうレコーディングをあの、うんうん、している曲っていうのも、そうだね、何曲かあって、うん、実際今もしかしたら皆さんこの動画見てくれてる人の耳に届いているかもしれないっていう、なるほど。だってね、オリジナルの PV っていうのも、ね、あ、そう忘れてた、作っていきたいと思っててね、はい、まあ、それこそ出てくれる演者さんとかもね、ちょっと募集してたりするんでね、うんうん、あ、うん、興味ある方はくれたらっていう、そう、 Twitter なりインスタなりでダイレクトメッセージをいただければ、はい、嬉しいなと思います。まあね、あの歌い手さんとかもね、後々あのたくさんコラボできればと思ってるんで、その点もね、あの歌い手さんとかもいらっしゃれば、あのぜひご連絡いただければ嬉しいなと思います、うん、はい、というわけで、お知らせをね2つしてきたわけなんですけれども、うん、はい、はい、まあ、あの改めて皆さんに伝えたいのは、本当にあのチャンネル登録をしてくれたり、はい、あの1回でも再生してくれた方ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、はい、2020年も、より、まあ、クオリティも上げつつ、うん、ちょっと面白いこともやりつつね、はい、はい、まあ、あの皆さん飽きさせないようにやっていきたいと思いますので、引き続き応援いただければと思います。はい、はい、じゃあ、今年も、はい、あの、まあ、今年もっていうか去年の11月からだから、うん、あのまだ今年、むしろ今年からというか、うんうんうん、まあ、今年こそというか、はいはいはい、これからかな、うん、そうだね、これ2020年と言わずに、うん、長く長い目でよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上になりますね、うん、では、スタックスオブグリーンの、チェロアンハブこういうところだよね。こういうところだ。いいよいいよ。あのあ、ということでスタックスオブグリーンの僕言うわなんて、俺初めてなんだけどスタックスオブグリーン言えなかったんだ。言えなかった。今日は言えないってことで初めて気づいた。自分では初めてなんだ。初めて言えなかったら初めてです、まあ、そんな僕なんですけどよろしくお願いします。はい、はい、以上、2020年の新年の挨拶を含む告知、2つさせていただきました。スタックスオブグリーンのジェロとヘイでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、さっきからずっとこう思ってたんだけど、うん、椅子の音うるさくないっていう。椅子の音はね、確かにうるさいわ。あ、そっちもなるか、うん、俺、なるべくビクともしないように。そうそう、なるほど、だからさっきからなんか超越不動みたいな。そう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 